96号ではジェットスクランダーの組み立てと格子ロケットを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ20のスイッチのコネクターの先端から4センチの位置にパーツ 23A のシール D1 を半分に折って貼り付けます。次にパーツ 09A の固定部品 A にパーツ22の LED の先端をはめ込みコードを切り欠きから出します。続けてパーツ 09B の固定部品 D の凸部3箇所に接着剤を塗り固定部品 A にはめ合わせます。次にパーツ08の誘導灯ケースの穴に LED のコードを通したら固定部品 A と固定部品 B の上面の溝に接着剤を塗り誘導灯ケースにはめ込みます。次に組み立てた誘導灯の LED のコードをパーツ11のサポート B の切り欠き部分に沿わせたらパーツ10のサポート A の凸部に接着剤を塗りサポート B にはめ合わせます。続けて誘導灯ケースにサポート A とサポート B の上部凸部を差し込み続けて誘導灯ケースにパーツ12のカバーをはめ込みます。次にパーツ01のボディ上面の穴に組み立てた誘導灯の LED のコード D4 を通しはめ込みます。さらにLED のコネクターの先端から4センチの位置にパーツ 23D のシール D4 を半分に折って貼り付けます。次にパーツ14のノズル A とパーツ16のノズル B の形状を確認します。ノズル A には切り欠きがあります。続けてパーツ13のノズル内部にノズル A とパーツ15の LED 固定部品をはめ込みパーツ25のネジ2本で固定します。次に LED 固定部品とパーツ21の LED の穴を合わせパーツ24のネジ4本で固定します。続けて LED のコネクターの先端から4センチの位置にパーツ 23B のシール D2 を半分に折って貼り付けます。同様にノズル内部にノズル B と LED 固定部品をはめ込みネジ2本で固定します。次に LED 固定部品と LED の穴を合わせネジ4本で固定します。続けて LED のコネクターの先端から4センチの位置にパーツ 23C のシール D3 を半分に折って貼り付けます。次にパーツ02のフレームにパーツ19の基板をセットしパーツ26のネジ4本で固定します。続けてフレームのバッテリーボックスのコネクターの先端から4センチの位置にパーツ 23E のシール D5 を半分に折って貼り付けます。次に基板の D1 から D5 の差し込み口に D1 から D5 のシールが貼られたコネクターをそれぞれ差し込みます。
この時コードを通す部分に注意してください。次にボディ上面にフレームをはめ込み、パーツ27のネジ6本で固定します。この時ノズル D2、D3 のセットする位置に注意してください。次にパーツ17のロケットの凸部の内側に接着剤を塗り、パーツ18のロケットノズルをはめ込みます。これをもう1セット組み立てます。続けて足裏のシャッターを開き、組み立てたロケットをそれぞれはめ込みます。またここは着脱式なので接着はしないようにしてください。これで96号の作業は終了です。アシェット。